バカお前、どっちからな、お前は。お前もだぞ。どっちからった、お前。危な、危な、危な。もう見せなくていいよ、これで、できました。これが、もう、あー。見せないでしょ。バカ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 それがダメだって気持ちいいですわ。あー。OK。OK です。で、次、上に行ってください。で、いいっすよ。チッ。いやー、ミスった。骨折滑り台。はい。骨折滑り台じゃねえよ。骨折いじんな。はい、どうぞ。手すり使ってゆっくりね。でも結構いい汗かいて風邪菌とかは出たんじゃない？で何のポジティブだよ。恥ずかしい。スタイルいいねとか細いねとかはよく言われます。はい。後ろですか？後ろ。なんだこの動画マジでよ。なんだこれは。こういうあるあるみたいなの探すためにもう DMM で何本。買ったことか本当に日経チャンネルだったの。オッケー。違和感なかった。違和感ないね。大丈夫。うん、よかったらビートボックスで答えてもらっていいですか。キスしたらできた。で、ケツの中から赤ちゃんは生まれてくる。俺もそう思ってた。ですよね。うん、で僕そう思ってたんです今まで。俺もそう今まで。小学生ぐらいまで。あ、びっくりした。今までケツから生まれてくるんだと思ってた。ちょっと知恵遅れかもしれない。さっきよりめっちゃ遠いよ。嘘。うん、めっちゃ違う。さあかけていきましょうか。ちょっとこっちだね。はいはい。痛い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 。はい、ということで今週も最後まで NG してご覧いただきありがとうございます。カイワラハンマーのアルバム、ビギナー2がなんと、今日オリコン1位を取ることができました。本当にありがとうございます。本当に嬉しいなと思います。やっぱなんつーの、ずっと19の時からこう音楽というかラップをして、まあ下手くそだ下手くそだとかいろいろ言われたんですけど、やっぱ自分は本当に日本語ラップとか すごい大好きなんで、続けてよかったなと思いました。もしあの時やめてたらただの黒歴史になってたんですけど、続けるってやっぱり大事だなっていうのは改めて思いました。今週の小話はなんかオリコンの話とかなんか一応ありがとうございますみたいにしようと思ったんですけどね、普通にちょっと話すのがあったんでね、話しましょう。沖縄の話なんですけども、沖縄でホテル泊まってまして、で、僕8階で、で、ロビーに集合って言われたんで、8階からエレベーターに乗って、下まで降りてたんですね。で、そのエレベーターが、めちゃめちゃおなら臭くて、多分俺の前に乗ってた人が、多分おならして出たんですよね。で、多分俺がすぐ入ったんでしょ。めちゃめちゃおなら臭くて、まあ、いっかと思って、まあ、降りるだけだし、と思って、ちょっと息止めとこう、みたいなレベルで臭かったんですね。で、息止めて、で、1階に着きました。で、開きました。そしたら目の前に女の人2人組がいて、まあ、女の人2人組が俺が入ってたエレベーターに乗って、で、俺も出たじゃないですか。で、すれ違った時に、うわ、臭っ！って言われたんですよ。俺じゃないからっていう話。絶対その人たちはもう俺が、いや、おならして出たもんだと思ったけど、絶対違いますから、僕じゃないですから。もしも、この動画見てたんだったら、もうあの時乗ったあなたのエレベーターのあの匂いは俺が原因じゃありませんってことを言いたかったんですよ。それが、小話です。この後ね、沖縄、旭川、石川、金沢で、ライブした、行ってきますというタイトルのちょっとしたツアーがありまして、その3カ所の様子をご覧になりながら今日の動画を終わりたいと思います。はい、さよなら、どうぞ、いた。なんだけヘビーな言葉吐けないってキャー中国の設定無機質なバグで奇抜アイデアをスイッチで快感者ポーズの中浸るはこのエレリオメに光らない狂気いるんだ迷惑な動画に白黒の幻想期待なんてしなきゃよかった君の最新映像はハッピーエンドたった一つ限りなはずだった選択できる道が目の前を通り過ぎてなぜだろういつかは合わせ頭の
イトル行ってきます。俺に誰を足したらカイワレハンマーになるのか。実はカイワレハンマーのツアーは始まってます。カイワレハンマー全国ツアー、ここ沖縄から行ってきます。We'll be right back.